はい、今日はですね、こちらにやってまいりました。こちらにやってきたのはですね、オオスズメバチをね、採集しにやってきたんですけども、今からね、こちらで探していきたいと思います。この時期はですね、オオスズメバチのね、女王バチが飛んでると思うので、その女王バチを捕まえて飼育をね、してみたいと思います。ということで、どんどんね、今から探していきます。はい、あれからね、どんどんね、探してたんですけど、なかなかね、見つからないんですが、一番よく飛んでるのが、見えるかな、この動画では。クマバチがね、たくさん飛んでるんですね。クマバチが一番ね、今のところね、この時期は多いみたいです。見えるかな、この動画。黒いのがね、ピュン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 飛んでるんですが、よいしょ。あとはね、ハチがいてないんですね。アシナガバチとか、オオスズメバチはね、探してるんですが、いませんね。クマバチはね、いてるんですが。この木の花、すごいですよ。この花、白いのがね、全部花なんですけども、このね、白い花全部に、小さなね、昆虫がね、たかってます。見えますか、これ。ほら、黒いの全部ね、昆虫ですよ。ほら、これはなんていう昆虫かな。これね、白いのが全部花のところに、全部ね、こういうね、ちっちゃいのがね、いっぱいね、蜜をね、吸いにね、やってきています。こんな感じ、すげえ。コクワガタにね、出会うことができました。ということでね、こちらね、コクワガタ。多分ね、このコクワガタ、この時期はですね、多分冬眠からね、冷めたね、コクワガタだと思います。はい、こんな感じ。こういう感じで、ね。ほら、かわいいクワガタですね。ほい、ほい、ほい。おっと。よいしょ。はい、あとはね、元に戻しておいてあげましょう。よいしょ。今日はね、スズメバチを探しに来たので、クワガタで、あれ、落ちた。どこだ？よいしょ。今日はね、スズメバチをね、探しに来たので、コクワガタさんはね、こちらに寄ってもらいます。よいしょ。ということでね、スズメバチがね、今ね、探し回ってるんですけども、見当たりません。どこ行ったんでしょうか？捕まえましたんですけども、スズメバチじゃなくてね、今回こちらはね、アシナガバチですね。アシナガバチがね、飛んでいったので、捕まえてみました。はい。ということで、よいしょ。はい。アシナガバチさんです。見えるかな？よいしょ。はい。はい、こんな感じ。アシナガバチさん。このアシナガバチさんね、お持ち帰りして、飼育してみたいと思います。まあ、こちらもね、スズメバチね、今日は取りに来たんですけども、アシナガバチさんがね、ちょっとね、捕まえることがね、できたので、これをね、お持ち帰りして、飼育していきたいと思っております。ヘリコプターの音がしますね。どこだ？よいしょ。どこにいてる？あ、いましたね、ヘリコプター。これは自衛隊のヘリコプターですね。